こんにちは、タケです。タケの体力測定2022ですね。この動画は、毎年1月に体力測定し、年齢に対してどれぐらいの体力を維持できるかというチャンネルですね。何種目の総合で体力年齢が変わります。今回は立位体前屈ですね。本日は早速、頑張ります。この間は、23センチで10ですね。あ、で内容か、内容は、台の上に上り膝を曲げずに上半身を曲げて3秒以上止められる位置ですね。じゃあ頑張ります。この位置か、OK。 あー、どんだけいってるか。結構体はね、最近ずっと柔らかくしてるんで、多分結構いってると思うんですけど、あれ、意外にいってねえ？ちょっと待って、21か。ここですね。21でした。21ってことは、前が23か。ちょっと思った意見があったな。でも21なんで、あ、でもいけるか。男の人で18以上が10なんで、まあ、21でも同じ10ポイント、最高得点の10ポイントになりました。そしたら、タケの体力測定2022、立位体前屈でした。よければチャンネル登録、いいね、お願いします。じゃあ。